オンタリオ州、オンタリオ州はカナダの州の一つ。カナダの州の中では最も人口が多く、国全体の人口の約3分の1がこの州に集まっており、カナダの政治、経済の中心となっている。カナダ中東部に位置し、州都はカナダ最大の都市、トロント。連邦政府の首都オタワはイギリス系の東州とフランス系のケベック州との境界に位置するが、 アメリカ合衆国の首都ワシントン DC などのような中央政府直轄地ではなく、あくまでオンタリオ州に属する一都市という位置づけにある。ヨーロッパからの移民がやってくるまでは、この地域はアルゴン金属、オジブワ族、クリー族、クリー含む、およびイロコワ族、ヒューロン族、ヒューロン含むが住んでいた。17世紀初頭よりヨーロッパの探検家がやってきて、 イギリス人はハドソン湾岸、フランス人は主に五大湖周辺に植民を開始した。1763年に締結した七年戦争の講和条約、パリ条約により北米のフランス領土、ヌーベルフランスはほとんどすべてイギリスに譲渡することになった。1774年にはオンタリオも英領ケベックとして併合。 その後1783年から1796年の間、アメリカ独立戦争を受けて、イギリスは本国政府に従順で独立13州を離れ、オンタリオ地区へ流入する市民をおすけした。この期間にオタワ川以西の地域の人口が増加。1791年に旧ケベックがオタワ川を挟んで、東側のローアーカナダ、ロアーカナダ、 現在のケベック州と西側、アッパーカナダ、アッパーカナダ、現在のオンタリオ州の2地域に分割統治されることになった。1812年、米軍が侵入したが、イギリス軍と先住民族の共同軍で防戦。ただし1813年のヨークの戦いで、ヨーク、現在のトロントを一時占領され、焦土となった。戦後、本国からの移民が増え、 清掃、放棄が起こり、カナダ全土、当時のアッパーカナダとロワー,ーカナダに広がった。その後、放棄が収まり、本国政府は、ケベックに自治権を与える条件で、カナダ地域を再度統合し、オンタリオでも1848年に、議会制自治政治が開始された。以後、アメリカ南北戦争などでのさらなるアメリカからの侵略に備え、北米における英領植民地の広範囲の、 統合するため、1867年7月1日に、営業を北アメリカ法が制定され、カナダ自治療、ドミニオン・オブ・カナダが成立。カナダ自治療は4つの州オンタリオ、ケベック、ノバスコシア、ニューブランズウィックタイで構成された。その時トロントが州都となった。さらに1889年には、北西オンタリオ地域が正式に、オンタリオ州に併合された。 19世紀末より、オンタリオ州北部の鉱物資源が注目され始めた。また、オンタリオでの水力発電も、盛んになったことから、オンタリオ水力発電委員会、ハイドロ、エレクトリックパワーカミーショノフオンタリオ、後のオンタリオハイドロ、オンタリオハイドロが設立された。20世紀には、ゼネラルモーターズ、GM とフォードが、オンタリオ州に工場を設立、主要産業となる。 第二次世界大戦後、特にトロント大都市圏を中心に世界各国からの移民を受け入れ、オンタリオ州はカナダの中でも最も経済成長の大きな地域となる。参照、オンタリオ州の自治体一覧。オンタリオ州は、北は北極海につながるハドソン湾に面し、南は五大湖のオンタリオ湖、エリー湖、ヒューロン湖、スペリオル湖に面し、 カナダ国内では最も南に位置する地方を含む。東はケベック州に接し、西はマニトバ州に接する。オンタリオはネイティブの色コア族の言葉で美しい湖という意味であり、オンタリオ州には湖がおよそ25万箇所、川は10万キロにわたる。オンタリオ州は地理的には3つの要素に分かれる。 北西部と中部の鉱物資源の豊富なカナダ建て地、北部のハドソン湾岸の森と沼地で覆われた湿地帯、そして南部の最も人口の多い肥沃な五大湖岸セントローレンス渓谷という農耕業の盛んな地域。ナイアガラの滝はオンタリオ州と米ニューヨーク州の境にあり、カナダ滝がアメリカ滝より大きい。世界各国からの移民が多く、 オンタリオ州の多民族な特徴を形成している。人口のうちフランス語を話す州民は約5%であり、フランコ・オンタリオンと呼ばれる。州の公用語にはなってないものの、フランス語人口はケベック州に次いで大きく50万人以上に上る。主にオタワ周辺と北オンタリオ地方でフランス語が使われている。北オンタリオ地方最大の都市、サドバリーでは、 人口の3割ほどがフランス語を使用している。など。1867年に英領を着た、アメリカ法、BNA 法、1867年憲法法69条により、副総督と一議員によって構成され、オンタリオ立法議会、レジスレイティブアセンブリオブオンタリオと称する、オンタリオの立法府設置すると規定されている。議会は、 州全地域の選挙区より小選挙区制にて選出された代表107議席からなる。一員制。立法議会は州とトロントのクイーンズパークにあるオンタリオ州議会議事堂、オンタリオレジスレイティブビルディングに設置されている。議員内閣制のウェストミンスターシステムに、基づき議会で最大議席を獲得した政党の主犯が州の首相、プレミア及び執行評議会。 エグゼクティブカウンシル、内閣にあたるの長となる、1990年、オンタリオ執行評議会法。州首相は、閣僚、つまり、執行評議会イコール内閣の構成員、国王君主に仕える大臣とみなされるを選ぶことになっている。1990年オンタリオ執行評議会法では、衆議会議員を、議会の構成員と呼んでいるが、現在では、 通常、英語では、MPP、Members of the Provincial Parliament、衆議会構成員。フランス語では、立法議会代表、Deptsdale, Arsinbure Regislative と呼ばれている。英語では、MLA、Members of the Regislative Assembly、立法議会構成員と呼ばれることもある。オンタリオの、州首相、Prime Minister of Ontario は通常、カナダの首相、 プライムミニスターオブカナダと混同されるのを避けるため、単純にプレミアと呼ばれる。オンタリオ州では、多くの政党が選挙に参加する。現在の三大政党は、オンタリオ自由党、オンタリオ新法保守党、オンタリオ新民主党である。これらの三党はいずれも1990年以降に、絶対多数を獲得したことがある。現在、オンタリオ州では自由党、ダルトン・マクインティ、 州首相が率いる少数政権である。2011年の総選挙では、第一党となったが53議席であり、新保保守党が37議席、新民主党が17議席を獲得した。また、カナダ総選挙、カナダ国会での会議員選挙では、カナダ保守党が71議席、新民主党が22議席、カナダ自由党が11議席を獲得した。 オンタリオでは、カナダ緑の党は議席を獲得していない。オンタリオは、カナダの製造業を原因する州であり、2004年には、国内工業出荷額の52%を占めた。特に自動車産業が盛んであり、州内には、ゼネラルモーターズ、フォード、クライスラー、トヨタ、ホンダが自動車の組み立て工場を有している。また、ハミルトンは、鉄業、サニアは、 石油化学工業で有名である。州都トロントはカナダ金融業の中心であり、オタワやウォータールーでは IT 産業が盛んである。北部ではサドバリーやティミンズなどを中心に豊富な鉱物資源及び森林資源を生かした工業を微生しパルプ工業が行われている。オンタリオ州に本拠地のある企業には以下のようなものがある。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。